だここはね意外と抜け道になってるんで車が非常に多いです。だから左側の歩道部分を通るのが正解。危ないよここは、バンバン車来るでね。狭いな、雪柳あり。うわ、それにしても圧巻ですね。ここはここでね、まもなく左手に原駅が見えてまいります。何本割ってんだろうねここもね。よくよく見ると結構葉が出てますね。結構出てます。意外と反対側には植えれなかったのかね。さあ原駅に向かう人が多いので、この部分については人が全くいません。ちょうど歩かないよね皆さん。ここはそれでも桜は咲いています。今年も満開の桜が見れてよかった。まあ私の友人もちょっとした難病を患いまして、検査結果どうなるかなと思ってちょっと心配しておったんですけど、まあ幸い今最悪の方には向かってなかった。最悪の方だとね、まあ最悪打ったらまあ死しかないですから、まあ幸いそっちではなかったんでよかったなと。で症状も収まっとるようですのでね、ちょっと一安心しました。まあこの年になるとね、なかなか新しい友人がバンバンできるわけでもなく減る一方というね、まあそんな年頃ではありますんで。さあこれどっち行った方がいい、こっち行くか、反対側も綺麗だけどどうするよ、行って戻ってくるか、大変だけど、まだ人少ないです。8時台栽培にしてどうですかね、10時回るともうダメだよね。いやそれまでに山崎側には行きたいなと思ってます。さあカメラを持ったおじいさん、ランニングをするおじさん、さまざまな方がいらっしゃいます。相変わらずここも桜の根が川岸の方に、河原の方に伸びておりまして、路面がガタガタです。もう桜は本当ね春でねすごいよね。我が家も桜が以前あったんですけど、こんな狭い土地でどう根を張ってるんだっていうぐらいにね、根を張って大きくなっちゃったんで、まあちょっと撤去することがあったんですが、とんでもなくね根を張っていたんでね、撤去する業者の方も本当にね根を上げてました。さあそんなで神道橋のところまで来ました。天白小橋、小橋やろって言いたくなるけど、この辺り来るとねぐっと人減りますね。ちょうど位置関係でいうと天白図書館はちょっとまだあるか、ちょっとあるな、まだね。でもね厳密に言うと本当に満開かっていうとまだなんですね。これよく見るとね結構咲いてますよ、うん、もう十分 見頃なんだけど、まだねまだいける。どうだこれ明日明後日ぐらい厳密な開花っていうと、なのでまだまだ楽しめます。例えば月曜日お休みっていうと車業界の方、火曜日お休みだと、火曜日だよね、利用業界の方、美容室って今どうなんだろう、火曜日休みとかあるのかな。木曜日休みだと医療関係、歯医者、はい、結構ここもねいい感じですね。本当に素敵ですね。まあ毎年ね、まあ、あの桜の花なんて、まあまあ、いつも一緒じゃんと、まあ、あえて、まあ、今年も行かなくたって景色一緒だよなんて毎年ちらっと思ったりする。もうシート引いてあるな、なんか陣取っとるな、なんかしらどっち行くよ。こっち側はねあんまり桜ないんだよね、以前行ったけど、今一つ言いつつ行ってみると、ここはねこんもりしてますね。いい塩梅、ハローフーズの横です。かつてのローラーリンクの横ですね。何十年前の話をしてるんだと、ローラーリンクなんていう言葉を出すとですね、まあ、そんな感じですよ本当に。これが天白川の下流の方から上流にカメラを振ります。こんな具合、まだ本当に見ての満開ではないよね、うん、十分見れるけど、こんな感じです。とりあえずちょっと遡って行ってみましょう。まあ桜取材の時は桜を見るのでいっぱい手いっぱいで、なかなかヨタ話ができないですけど、ご容赦ください。まあお前の話はいらんわと、桜だけ映しておいてくれればという話はありますんでね。これ今ハローフーズ側からずっとぐるっと左に回してます。なぜか川の中央に木の根っこみたいのが漂着しとる。これ今音聞き橋の上から撮影しております。あの木の根っこは何だろうな、えらいでっかいけどね。さあここから上流遡っていきたいと思います。あ、私ランニングはようやらんですわ。増えて出た出た出た、またまたリードなし、しっかりとしてあるな。
睨んだろうと思ったけど、犬の方見とって見とれへん、あのおっさん。ほんとね、猫はそうそうね、いつも犬猫論になるんだけど、そう自分から攻撃してこないですよ、よっぽどじゃないと。よっぽど身に危険が迫ってないと先に逃げます。犬は攻撃してくるでね。だからクマ、イノシシ、犬、猿、全部攻撃してみます。はい、だから室内時計言っとるのに、室内取らへん、うちの子に限ってって、いつもこの話になっちゃうね。まあやめとこう。少なくとも犬好きの人、猫好きの人は半々ぐらいで、おるでね。だから私犬嫌いじゃないんですよ、犬は怖いっつってんですよ。追っかけられて噛みつかれたことはないけど、噛みつかれそうになったことは幼少期にあったから怖いんですね。いや、ぶっちゃけ秋田犬を飼いたいなと思ってる部分もあったりする。それぐらいだったら飼ってもいいなって、そこまで極端に振るっていうのはね、全然ありだなと。犬飼うやったらやっぱ強い犬の方がいいよなと思う。ただ自分で制御できんじゃいかんでね。さあ、先般エアポッドの話をしましたが、今こう走りながらですね、歩いておられる紳士淑女の方々の耳元をつい見てしまうんですが、お年を召した殿方、ほぼイヤホンをはめてます。補聴器ではないな、あれは。イヤホンをはめてます。だから自転車来ても気づかんよね、本当に。確かに歩いてる時はね、結構暇だから、なんか聞きながら歩きたい。昔ならね、ポケットラジオで AM のね、なんか放送流しながらゆるゆる散歩するなんてのはよくありましたけど、まあ今時は、まあ各いう AM ラジオもね、どんどん低波が進んでる。低波止まる、波が止まるね。どこでしたっけ、岐阜の方の放送、岐阜ラジオじゃない、どこだった、どっかも低波しましたよね。まあ低波なんていうと一時的なようにも聞こえますけど、半ばもう配信近いでしょ。さあ、同じ道また U ターンします。反対から見るとこんな感じ。 AM ラジオは何がいかんかっていうと、放送設備、送信設備がどでかいんですよね。波長っていうのはラムダイコール F 分の 300F は周波数メガヘルツだから、144メガヘルツが2メーターと言われてるのも、300割る144で 2. いくつになるから2メーターとよく言われますけど、波長が長いっていうことは、基本的には波長に合わせてアンテナを作る2分の1にしたところで、波長は AM ラジオっていうのは、いわゆる中波と呼ばれてる振幅の幅が大きい波ですのでね、電波ですので、どうしてもアンテナ設備がバカでかくなるっていう。で、あの潜水艦の通信に使った超波なんていうのも、もっともっとね、超波、短波、中波っていうのは波長の長さを示す言葉ですけど、超波なんてね、かつてあのどこでしたっけ、稲見じゃない、何だった、あのカリアンとこのね、何なんだ正式名称忘れちゃって、送信所がありましたけどね、バカでかいアンテナがあそこにあって、潜水艦用のね、送信設備が物心つくどころか、私が二十何歳の時まであったような気がするけどな。だから見に行きゃ、チラッと見たような記憶あるんだけど、あんまり覚えてませんが、